じゃ、こんにちは。さあ、豊さん、ねえ、ねえじゃん、これをしないと、ねえじゃん、シーズンが始まる前にこれをしないと、これはね、嫌だな。開幕前だからさ、はい、ある程度のその順位っていうのを頭に入ってるよね、うん、予想はね、はい、もう言いましたね、今予想ね、順位の層です。いやだけど当たったことねえからな。それは気が楽よ。あ、そうですよ。いや毎年当たっててさ、今年も、いや豊さんの動画見ないとみたいな、プレッシャーですもん、ね、うん、何のプレッシャー。いやだからもうみんな楽しんで気楽に。ただね、一生懸命やってるチームの選手たちにね、ちょっと申し訳なくて、そこだけです、ね、これなんで順位予想って始まったのかなって。そうですね、でもどの、 スポーツにもありますもん ね、まあ、あるね、順位予想っていうのは。なので、恒例の開幕前の最終順位予想セッター、準備チームということで、豊さんにはもう、はい、こう考えてきてもらいました。もう頭に入ってるな。あ、もう今日もう紙ですね。ないないない、いいんですね。ないない。じゃあ今日は、はい、セとパ、はい、6位から発表していきましょう。で最後に1位ということで、はい、じゃあまずは、はい、セリーグ、なんかこれはなんか6位ってなんか華々しく言えないですよね。そりゃそうだ、ね、セリーグの豊さん、もう、まあ6位ね、泣く泣く6位にしたチームはどこですか。はい、セリーグね、はい、まあ、中日。え、中日ですか。なんで若手も来てるし、あの WBC とも。いやだから今年はね、経験がいるのと、アキーノは取ったけど、いまいちオープン戦でどうなのかなっていう、はい、まあ、アルムンテもどうなのかなっていう、ビシエドがやっぱこう尻に火がついて、はい、まあ、ちょっといいけどもちょっとなと思って。でね、今年やっぱりね、センターライン、はい、若手だよね、はい、やっぱちょっと時間がかかるかなっていう、ね、で、うん、田中美希也選手がちょっと怪我、ちょっと怪我したもんね、はい、ししだからそういう意味ではちょっとなと思って、あ、ちょっと迷った球団もあるんだけどね、6位と。あ、そうなんですね、うん、あの WBC と の、 あの走行試合の時は勝ったじゃないですか、うん、躍動感触れて、で結構ファンの中でも、あ、今年中日上位いけるんじゃないか、うん、まあ、あの1試合というか2試合だけだったんですけど、うんうん、だけどやっぱりちょっと不安な部分が残っちゃったかな。ちょっとあるな、来年強いと思うよ、うん、ブライトだとか、はい、シーズン入ったらちょっといろいろ経験もさせると思うし、3年目勝負だな、立浪は。来年ですね、うん、だから今年はやっぱこう大きく変えて、チームも落ち着かないだろう、いきなり変えたらね、はい、まあ、その中で、まあ、石川とかが怪我から復帰したりだとか、うん、まあ、いろんなことがあってセンターラインが固まり、両サイドも固まりっていう風になってくるといいと思うけどな、うん、方向性は俺中日は全然間違ってないと思うし、はい、あのバンテリンドームで足を使った攻撃だとか、うん、そういうことを考えてるっていうのは方向性は俺は間違ってないと思うけど、やっぱ経験が必要だよね。そうですね、うん、大きく変わったっていうのは中日が大きく変えたんだよね、戦力的に、はい、だからそこら辺を今年1年かけて慣らしていって実績を積ませるという、はい、そうなったら来年強いと思う、うん、今年まあ6位ですけど、ワンチャン少しでも上位に行けるとすると、はい、何が良くていけると思う。あ、これはね、アキーノが打つか打たないかだよ。そこですね、うん、外国人アキーノがやっぱホームランでも30本ぐらいとか打ってくれると、ちょっと上の方に行く可能性はあるよね、はい、まあ、ピッチャーはやっぱ相変わらず小笠原とか開幕として務めるけど、うん、あ、いいよな、気合入っててな、いいですね、あの子はな、はい、ああいうピッチャーも育ってきてるし、しっかりね、うん、ただやっぱり野手がね、心もとないというね、そこでまあ6位、ね、まあ、そうだね、はい、じゃパリーグの6位いきましょう。パリーグの6位、はい、ロッテ監督変わりましたけれども、まあ変わったし、はい、長打力不足だな、まあ、昨年からそうなんだけど、はい、まあ、ポランコとか取ってるけどさ、はい、どうなんだろうなっていうのがあるよね。豊さんが望むようなそこの長打力をポランコがさらにカバーできるのかどうか。そうだね、それがさらに得点につながって勝利につながるのかどうか。山口ぐらいなんだよね、長打を期待できるのは、はい、で安田とかももうちょっと伸びてこなきゃいけないんだけどさ、またなんか試行錯誤を始めてるというかさ、まあ、そこら辺でピシッと決まってないんだよね、うん、で新監督でしょ、はい、まあ、ピッチャーはそこそこいいかもわからないけども、やっぱ点が取れないんじゃないかって、余計にね、うん、メジャーでもそうなんだけども、ホームランで決まる試合っていうのは多いんだよ、はい、だ打率は低いんだよ、まあ、投高打低、うん、それでなおかつ長打が少ないとさ、やっぱつないでつないで点を取るっていうのは
すごいパ・リーグが難しいと思うんだよね、はい、だから一発がないっていうのがさ、どうしてもちょっと最下位かなと思っちゃうんだよね。じゃあもし最下位よりも上に行くとすると何が良くていける？いや、ポランコが打ったりだとかさ、安田が打ったりだとかさ、やっぱ長打で決まる試合っていうの多いんだよ、ピッチャーがいいだけに、はい、あ、間違えたっていうのを一発打たれてそのまま逃げ切るという、うん、だそういう試合も多くなってきてるからね、はい、だからそういう意味ではロッテの長打力不足、うん、もうそういうものが気になるのと、高部が、ね、出遅れるっていうのも嫌だしね。そうですね、うん、そこがやっぱちょっと不安材料で6位と、まあそうだね、ところですね、はい、では続いて5位です。セリーグの5位、広島、うん、新井新監督に変わりました、まあ、そうだね、はい、先発ピッチャーはね、まあまあそこそこいるけども、まあ、森下がちょっと出遅れそうだし、うん、まあ、中継ぎのピッチャーの解消ができてるのか、やっぱライフライン、東京ガスとか大阪ガスとか、はいね、ライフラインはがこうなんか支えてくれるとね、はい、そうですね、いいんだけどね、はい、だからそこら辺がピシッとなると上に行く可能性があるよね。逆に5位よりもさらに上位に行けると、うん、ただオープン戦見てると、例えば西川を4番を打たせたりだとか、はい、いろんな人に4番をこう試したりだとか、うん、やっぱ軸が決まらないっていうかね、そこがまだねしっくりきてないっていうところ大きいですね。 だ、 ね、うん、だから、まあ、外国人マクブルームの他にデビッドソン、うん、デビッドソンがそこそこいいんだよ、はい、だそこがワンチャン打てるようになってくると軸が決まるから、はい、いい打線になるかも分かる。うんうん、ただ坂倉が、まあ、キャッチャー1本で今年から行くという、はい、で相澤をどうするんだとか、うん、いろんな問題抱えてるんだよね、はい、だから、まあ、そこら辺でやっぱこう中継ぎがどうなのかなっていうところで、あ、5位かな。うん、はい、だからなかなかこう広島といえばっていう形がちょっと出来上がってまだ来てないってところですよ ね、うん、まあ、まあね、選手の名前から開けても。じゃあパ・リーグの5位です。日本ハム、日本ハム今年は5位というのは、はい、まあ、今年からある程度固定で戦うようになってくる、まあ、そうなってきて初めて落ち着いて野球ができるよね。若手やっぱり一発屋多いわ、うん、清宮、万波、今川、はい、今川と初めて会ったのこの前。どうでした？いや、もう一言言った、はい、お前ら家族全員似てんな言うて大爆笑してたけどね、はい、まあまあ、今川とか、はい、松本で石井が成長してきてるし、はい、でピッチャーもそこそこ先発ピッチャーは揃ってるんだよね、はい、まあ、ロッテよりも長打力があるということで、はい、ちょっと上にした、うんうん、でエスコンっていうね、はい、やっぱモチベーションも上がるだろうし、おそらくね今シーズンは満員が続くと思うんだよ、うん、まあ、球場見たさもあってね、そういう意味でこうモチベーションも上がるだろうし、まあ、日本ハムはそんなに俺は弱いチームだと思ってないけどね、まあ、ミスも多いけどね、まあ、まあそうですね、若い選手もし、ただやっぱり5位というのは例えば A クラスに行けないっていう、そこは何の、ああ、まだ安定感がない、うん、若手に、はい、これが今年1年やり続けたら安定感出てくるだろうね、来年から。でも清宮も成長してるし、万波も成長してる、まあ、今川も成長してるよ、うん、だからすごく楽しみだよね。そうですね、うん、そういった意味では5位っていうのはよくやったっていう感じだと思う、うん、6位じゃなくて5位という一番、そう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 、新庄監督はねもう優勝しか目指しませんと言っていますが、やっぱりその若手がじゃあどのぐらい安定的に活躍してくれるかっていうところですよ ね、まあ、まあね、4位です。セリーグの4位、4位は巨人。あれ豊さん、いやこれはね3位にしてたんだよ、はい、A クラスにしてたんだよ。でも菅野が交渉したでしょ。しました。で他のチームに強力な助っ人が入ったから、はい、これはねやっぱ怪我でいなくなるのと、はい、エース級が入ってくるのではこれはやっぱ順位変わるだろうと思うよね。確かに投手力というところですね。やっぱ菅野は柱でいかなきゃいけない、戸郷とね、はい、だけどその一角がまた抜けたという、うん、で両外国人が先発に入り、はい、まあ、若手2枚がで6人って考えてたんだけど、また1枚探すのは大変だと思うよ巨人は。そうですよね、うん、で特に若手がピッチャー多くなってきてる中で探すっていうのは大変だよ、それはね、うん、まあ、あとね後ろはもうね整ってるので、その先発っていうところで非常にちょっと心配かな、うん、まあまあそうだな。その打の方ではどうですか。打の方はやっぱ破壊力があるよね、はい、破壊力あるけども、まあやっぱこう巨人の野球はホームランというね、うん、まあ、ホームランバッターもいるし、まあ、そこら辺は機能してくるだろうけども、だけどそんなにホームラン満塁ホームラン3本出ましたみたいな、うん、
12点取りましたって、そんな野球はあんまりないわけだからそうです ねピッチャーだよな、はい、菅野が抜けたっていうのがどのぐらいの、ね、時間かかるかわからないけども、俺3位だと思ってたんだよね。そうですよね、いくらちょっと落とした。そうですね、ただまあ菅野投手の状態であったり、その先発ピッチャーが本当に揃えばもちろん A クラス優勝。でもこの時期に肘の違和感を訴えるっていうのは、はい、やっぱそんなに簡単な問題じゃないよね。ちょっと長引くかもしれない、うん、そうだね。あ、それでやっぱり4位なんですね、うん、じゃあパ・リーグの4位です。楽天、うん、これは言ってましたね、 B クラスっていうのは。やっぱり夏場の失速がどうなのかということと、やっぱ先発ピッチャー陣確かな実績あるよ、だけど勝ち越してるのが、まあ、則本ぐらいで、それも2つぐらいでしょ、はい、まあ、それでやっぱ厳しいなと思ってね。そうですね、あれだけ今年その数字が逆転するんであれば、もう簡単に A クラス入ってくるよね、はい、でもそんなに簡単かなと思うんだよね。オープン戦の時にね、外国人2人メンバーに入れて右打者をね、はい、外国人のね、やってるけど、これ本当にシーズン中ずっといてくれるのかどうかっていうのがあるしね、はい、チームが持ってる体質みたいなのがあって、はい、競り合いに弱いとか、うん、夏以降に失速するとか、はい、まあ、それを克服できてるかできてないかっていうのは今からじゃ分からないもんね。そうですね、これ夏場まで行ってみないと分かんないでしょ、はい、だから なんとも言えないけど、うん、確かにいいピッチャーもいるし、はい、いいバッターもいるんだよ、うん、だからまあそこら辺だよ ね、 そうですね。やっぱチームが本当に同じ方向を向いて優勝という形に向かってるのか、うん、個人の成績だけ上げとけば、うん、まあ、別にいいですよみたいなことなのか、うん、これはやっぱ体質みたいなのもあるからね、これは中に入ってないからわからないけども、はい、大事なところで失速していくっていうのはやっぱまだまだその優勝への意欲っていうのがね、はい、少し薄いのかなっていう感じはするよね。うん、楽天に限ってはちょっと夏場からの先も見て順位がまた変わってきますね。これやっぱ1年間のうちに何回かやらないから、いやそうですよ、チームの特性があるから。そうですよね、わかんないもんね、うん、さあここからは A クラスです、はい、セリーグ3位です。 DeNA、 バウアー入りましたよね。バウアー入ったね。でも3位ですか。本当は4位にしてたんだよ、だけどバウアーが入ったんで1つ上げた。入ってもやっぱ1個しか上がらないですか。バウアーが本当にサイヤング賞を取った時みたいなピッチングを見せてくれりゃそれは優勝って言ってもいいと思うけども、まあ、見てないですもん。まだ見てない、まだ疑わしい。いや本当に来るのかみたいな。だからまあ信じられないぐらいだもん、はい、だってボブ・ホーナーが来る、うん、ボブ・ホーナーって誰だみたいな、うん、現役バリバリじゃんみたいな、なんで来るのみたいな。いや契約のもつれらしいよって、はい、来たらもうピンポン玉みたいでポンって打ったら入っちゃうのかこれがメジャーかと思ったよ。そうだったんです、ね、いやだからバウアーもこれがメジャーかっていうぐらいの投球を見せてくれるかどうかだよね。まあそこですね、一つは、うん、まあ自分ではね沢村賞取りたいとか、うん、沢村賞取ったらすごいよな、サイヤング賞と沢村賞といないじゃないですか。じゃあ歴代1位だよそうですよね、いないよそんなピッチャーね、うん、それはもうそのぐらいの活躍がしたらそれは1位いくよ、うん、優勝するよ、はい、ただまだちょっと信じられないからさ。そうですね、まずだからまた途中でやろうって。あ、そこなんですねそこなんですね。いやいや本当に、あと日本人のやっぱりバッターも慣れてきたら対応するよね、はい、対応するけどやっぱそんな簡単なピッチャーじゃないよ。いやコントロールがいいし球種多いしさ、それは簡単に崩れないですね、うん、打者とかの打者はね一つずつ年を取ってるでしょ、はい、ここら辺がちょっと心配なところでね、うん、まあ、それも一つ取った、宮崎も取った、ね、うん、小原も取った。やっぱり、ね、一切変わるとまたいろいろ変わってくるんだよね。まだ持つかも分かんないけど、はい、まあ、そこら辺がこう流れるようになるのか、打線がね、はい、まあ、外もいて、外もあんまり調子良くないよね、はい、WBC からオープン戦あんまり良くない、まあ、そこら辺がどうなのかとか、はい、まあ、優秀な選手はたくさんいるから、まあ、それらにつないで取っていくだろうけども、まあ、オープン戦の状態もあんまり良くないし ね、みんな。あとセンターライン、まあ、ショートだったりとか、まあ、そうだね、うん、まあ、林っていうのが入ってるからさ、はい、まあ、あれは使えるなと思ってないよね、ショートでも、うん、森とかね、いるし、はい、まあ、そこら辺ははっきりもう競争じゃなくてもう見極めて固定で使うといいかもな、まあ、そうですね、牧の相棒ということでね、はい、うん、パ・リーグのじゃあ3位は西武。おお、西武、はい、打てないんだよ、点が取れないんだよ、うん、
ただね、ここのところやっぱりピッチャーがいいんだよ、はい、やっぱ高橋光成、今井だとか、うん、松本だとか、うん、まあ、そういう日本人のねピッチャーたちが力をつけてきて、うん、まあ、すごく、うん、で平が先発に入ってきて、はい、完璧だよ、えぐいですね、えぐいんだよいやだから点は取れないけどやらないという野球になってくる。で、和夫に聞いたら、松井和夫に聞いたら、もう点が取れないんですよって言うから、どうやって点取るんですか、やっぱ足絡めるしかないんですかねって言ってたから、まあ、そこら辺はこうやりながらね、はい、何が成功するのかっていうのは分からないけど、まだ試行錯誤してるというかね。隅田投手がね、去年、ああいう成績っていうのはね、一勝しかできないって信じられないよね、はい、まあ、今年は頑張るでしょ。そうですよね、はいはい、なんとかこう、ね、打つ方でもちょっとセーブが、まあ、これあの打がさらに上回ってくればセーブはもちろん上上に、まあ、安定して A クラスにいるよね。そうですよね、うん、もちろん優勝を狙えるところにもいるというところで、ね、では、はい、セトパ2位1位さあどのチームになるのか、まあ、2位は、はい、セリーグヤクルト。え、2位はヤクルトですか。ヤクルト、やっぱね、先発ピッチャーがね、他の球団から見ても少し弱い。それは年を取ってきてる選手もいたり、まあ、そうだね、まあ、昨年はね、すごく高津監督がやりくりで、はい、うまくこうやったけども、はい、やっぱ今年はちょっと先発ピッチャーきついのと、マクガフが抜けてるのと、はい、あと塩見がやっぱこう離脱してるっていうね、はい、いつ治ってくるのか分かんないけども、はい、だから そこら辺でちょっとメンバーを欠くんだよね、うん、で昨年最速マジックを出したみたいにはいかないと思うんだよ。でもものすごく昨年は貯金があってね、まあ、その貯金に助けられた部分もあるけども、今年はそういうわけにいかないと思うんだよね、なかなかね、やっぱ団子状態でいくと思うんだよ途中まで、はい、で途中から怪我人が出たりだとか、そういうチームはこう落ちていくと思うけどもね。そのやっぱピッチャー陣がちょっとやっぱり不安定っていうのは、例えば石川投手であったりとか、まあ、小川投手、その年齢的な部分であったり、一昨年であると奥川投手いたけれども、今年どうなるのか。まあそうだね、まあ、高橋奎二は投げれると思うけど、うん、はい、抑えを誰にするのか、まあ、今清水だろうと思うんだけど、はい、清水の球がちょっと走ってないんだよね。気温が上がってないせいかもわからないけども、はい、ちょっと疲れがあるのかなっていうような、うん、まあ、そんな感じがするんだよね。そうなんですね、うん、で、まあ、野手はその塩見と選手の、まあ、ちょっと怪我っていうところでどうするのか、うん、そうだね、あとは打線ですごい良かったじゃないですか去年は、まあ、村上選手が三冠王も取ったしとか、そこの上と下を打つ選手たちも層が厚かった、これに関してはどうですか。何の問題も、もうそこはもうね、若手なんかめちゃくちゃ優秀だからあそこはそうですね、もう本当に競い合って、うん、あ、こんな有望な若手よく取ってきたなっていうのはね、はい、いい選手いるよ本当に。そこはじゃあもう心配ないところなんで、まあ、心配ないよね、うん、ヤクルトは野手に関しては心配ないけども、うん、まあ塩見の怪我とかね、まああるけども、まあ心配ないよ、うん、ピッチャーだよね、やっぱりな。そこだけですね、うん、村上選手、はい、今年は何本ぐらいホームランいけそうですか。昨年よりはちょっと落ちるかな。それは岡田監督が歩かせるって言ってたからね全部徹底的にマークするっていうからそりゃそうなってくると落ちちゃうよね。まあそうですね、本数はな、必然的に。ただ選手としてのレベルはすごく上がると思う。それ WBC、 ああ選手としてのね、グレードだとか、うん、ステータスっていうのは上がると思う、はい、ただホームランはやっぱ徹底マークするでしょ、やっぱ他の球団もね、うん、まあ、阪神以外でも、はい、まあ、そうなってくるとやっぱ苦しくなるよね、本数がね。そうですよね。ただ三冠王は今年も狙える。いや、可能性はあるよ。そうですよね。ただ師匠も黙ってないよ、岡本。ああ、そう、師匠ね、師匠そうです、村上選手に師匠師匠言われてます。そう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 、師匠絶好調ですもんね。まあまあいいよね、バッティングも変えたしな。はい、岡本も黙ってないと思う。実は師匠と神様の三冠王争いですか。もちろんもちろん楽しみですね、これはセ・リーグの楽しみですけれども。じゃあパ・リーグの2位いきましょう。まあオリックスかな。これセとパの優勝チームが1個落としましたね、うん、まあオリックスは吉田正尚が抜けたっていうのはめちゃくちゃでかいんだよね。安定感抜群だったじゃない、代わりに森が入ってきたけども、まあ、ピッチャーはめちゃくちゃレベルが高いよ。まあそこはすごいですね。お前山下俊平だって見たもん、見た見ましたけど半端ないよ、はい、あのプロのバッターたちオープン戦とはいえ、すごいですね、バット振れないんだから。
すごいね。そりゃそうだよな、あんな球詰まったらもう指落ちちゃうから指落ちちゃう、しびれちゃってあ、いや本当に、いやすごいピッチャー揃いですよね。すごいピッチャー。ただね、野手がちょっと手薄かなっていう、いい選手はたくさんいるんだけどさ、はい、特徴を持った選手っていうのはたくさんいるんだけど、まだ線が細いかなっていう感じがするよね、うん、だからやっぱり今年も打てないと思うんだよ、パ・リーグはどこも、はい、どうやって点を取るかっていうとさ、まあオリックスの場合は足を絡めるしかないかなとか、細かい作業で取るしかないかなとか、はい、まあラオウがいるけどね、はい、まあ飛び道具でなかなか難しいだろうなと思うんだよね。そうですよね。だから優秀なピッチャーがいたとしても、うん、そこに点を与えてあげないとさ、はい、やっぱ勝ちには結びつかないわけだから、うん、だからそういう意味では、まあ、いいかなという感じですよね、うん、さあ、はい、1位です。もう残ってるところなので、まあ、阪神セ・リーグ1位優勝は阪神、はい、まあ、これ言ってましたもんね、豊さん、まあ、岡田監督は自分がルメールだと乗ったら負けねえってとかやみたいな。すごいですね。すごい。騎手になっちゃって。ですね、うん。成功するであろうと思うのは、やっぱコンバートだよね。はい。で、やっぱ固定をさして、落ち着いて野球をやらせるという。うん、だから開幕ダッシュなんかいらないって、うん、まあ、言ってるのは、やっぱ最近の野球で開幕ダッシュしてるチームっていうのは、どっかで息切れしてると。うん、もうセッパもパンもね。はい、だから、そんなに力んでいくことはない。まあ、その気持ちがあるんだったら大丈夫かなと思うんだよね、うん、で大山とか里輝とか近本っていうのはあんまりポーンといくタイプじゃないんだよね、うん、じわ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 上げていくタイプが揃ってるんで、まあ、岡田監督がそう言ったのか、うん、たまたま言ったのかこれは分からないけど、まあ、阪神はこうゆっくりやりながらでもあの投手陣だったら勝つだろうなって思う。あ、まあ、投手陣すごいですからね。セ・リーグナンバーワンの誇ってますもんね。ただ西がちょっと心配だな、はい、西勇輝が、はい、年齢とともに、まあ、コントロールとキレ、うん、まあ、そういうのが少しずつ甘くなってきているというね、はい、まあ、そういうところはあったとしてもやっぱゲームはしっかり作るだろうしな、はい、まあ、青柳がいてみたい、うん、西純也がいてみたい。そうですよね、うん、で中継ぎもしっかりしてますしね。いやしっかりしてる。だからまあちょっと打てば、はい、エラーも減ると思うよ、うん、いろいろポジションやらせないから固定で使っていくから、はい、まあ、あとは何点取れるからな。そうですね、近本なんかも夏前ぐらいから打ち出す感じだもんね俺の印象はね。だから5月6月ぐらいやってことですよね。あ、そうそうそう俺の印象はね、はい、大山今年悪いかもな。あ、それオープン戦見てて感じる、まあ、うん、オープン戦が良かったら安心なんだよ。多分シーズン入っても大丈夫なんだよ、はい、1回落ちたとしても。でもずっとオープン戦から悪いからなんかどっかで悩んでるのかなと。どこが違うの、それを見つけられてないとかさ、はい、まあ、サトテルは小さくまとまってほしくないしな。そうですね。と言っても点は岡田さんが取らしていくやろうなと思って、うん、だからまあそこに期待だよね。そうですね、うん、とにかく夏からぐんといけばいいっていうふうに岡田監督も言ってるので、 そうあとはまたね順位予想がねその夏場から変わってくることももちろんあるでしょうし、まあやらなきゃな。そうですね、 そうですね。そこで外したらまた何て言われるかわからんけどな。確かに。さあパ・リーグの優勝は、まあ、ソフトバンクな、はい、あれだけの補強して勝てなかったら本当笑い物になっちゃうよって確かに思うよね。すごい選手たち揃いましたからね、うん、だって選手が揃う前にもオリックスがマジック出なくて、はい、ソフトバンクをずっと出してたわけだから、はい、あと4つのアウトで優勝だったんだよ、はい、その4つが取れなかった、うん、そのために何十億使った。もう結構な資金を使いましたね。なあ、そうなってくるとやっぱり優勝しなきゃおかしいなという意味も含めてね。そうですね、隙がないですよね。投手、野手あるんだよね。どこ、いや、あるある。ありますか。そんな好きなんかどのチームだってある。それ例えばソフトバンクがやっぱりちょっと順位優勝できないってなることがあるとすればどういうことが起きるんですか。やっぱ怪我人が毎年多いよね。はい、栗原とかね、うん、上林とか、はい、治ってきたけども、うん、やっぱ今年も誰か怪我すると、はい、やっぱ戦力ダウンになって、うん、育成はうまいって言われてるけども、うん、レギュラーが故障して完全に埋められる選手なんていないからね、うん、怪我が怖いな。そのエースの千賀投手が抜けたっていう部分はありますけど、な全然関係ないと思う。あ、ダルビッシュが抜けた時でも、あ、これダルが抜けたから優勝無理だろうって優勝してるからね、日本ハムだって。やっぱいますね。うん、いやだから逆にいなくなったからみんな頑張るんだよね。うん、だからそういう
気持ちもあるだろうし、はい、まあ、あれだけお金をね使ったっていうね、はい、こともあるし、はい、もう血管切れそうになってやってくると思うそうですね、そうお金使ったまあ大丈夫だよ。なるほど。さあ開幕前のこれで順位予想すべて出揃いましたが、はい、またこれでねオールスター明けでもオールスター前でも一回また順位予想やりますし、原監督が一つのカード一回りしたらそこでやったらいいって言ってたよそれもしますか。まあ、それもやってもいいと思う。そうですね。そしたら、ね、ある程度なんか戦力とか動き方が分かるんで、うん、この選手は今年ちょっと厳しいなとか、うん、この選手は絶好調だなとか、はい、そういうのって1シーズン持つからね。確かにレギュラー張ってる人だったら、うん、でもレギュラー張ってるからこそ、あ、今年は厳しいぞっていうのは、うん、やっぱ厳しく終わっちゃう。あ、でそれを一回りしたら大体分かる。そうですね。あと一回りしたところでの、例えば今週の1位とか予想ではなく1位だったりとか、ここのこのカード良かったよねっていうなんかピックアップするところあれば、それも出してもいきたいですし、ね、だから15試合終わったぐらいの段階、うんうんでやると面白いかないいですね。でもそれはねまあな確かに勝手ながらそうですね、まあ、ちょいちょいまた順位予想やっていくの で皆さんのぜひ今シーズン思う、開幕前の順位予想もコメント欄に書いていただけると嬉しいです。はい、はい。